え、美人でドキドキしちゃってさ、あ、そんなことじゃないんだよ。苦しくてで、呼吸苦しいんですかって聞いてきて、あ、はいって言って、苦しいんですって言って、じゃあ洋服脱いでくださいって、こう洋服をね、ちょっとごめんなさい、恥ずかしいかもしれないけど、この鎖骨あたりまでめくってくださいって言って、はぁーって言って、すみません、ワンピース着てきちゃいましたワンピース着てきちゃったから、あの、なんか、また見回してきた、やばい、そう、思い出したら、そしたらなんか、忘れしたら、あーとか言って、タオル持ってきてくれてみんな病院に行くときは、女性ね、特にあのワンピース危ないです。あれ、ワンピース絶対着ていかない方がいいです。本当に楽だからと言って、ワンピースを着ていくと大変なことになりますよ。私は昨日を把握しましたね。はい、もうね、まあ先生がタオルケット持ってきてくれて、大きめのさ、それをまあ先にかけてくれて、よいしょ、もうよいしょっつってね。いや、もう恥ずかしくて、でも本当恥ずかしいのし、俺さ、心電図めちゃくちゃ多分過去100回ぐらいやってるんだけど、もう100回ぐらい心電図やって、もう毎回恥ずかしくて、もうね、ちょっと、あいにょ、あの心電図、ってずっとボソボソ言ったら、うん、大丈夫、慣れてるからねっていや、あ、わかった、じゃあ私がタオルケットここまでかけてるから、その間にめくれるかなって言われて、見ないからって言われて、うん、はいっつって、はいはいっつって、もうあげるじゃん、うん、やだよーっつって、なんでこんな病弱なんだ、やだよーって、もうちっちゃい時はめっちゃ泣いてたんだけど、ふーんっつって、うん、したらなんか、うっさいね、先生、タオルね、タオルね、剥がしてね、骨確認しますね、とか言って、あのね、見られたまあ、そんなこと言ってらんないんだけど、病院だから。あの、ウレハさんね、まあ、不整脈、命に関わるような不整脈はまだ、大丈夫そう。